不思議な夢を見てポケモンの姿になった君は、ポケモンたちの世界で不思議がいっぱいのダンジョン、不思議のダンジョンを冒険していく。この中から主人公とパートナーのポケモンを選べば冒険の始まり。でも不思議のダンジョンって一体何だろう。ここではその不思議のダンジョンがどんなところか紹介するよ。不思議のダンジョンの中はまるで迷路のようになっていて、敵ポケモンがいたり役に立つ道具が落ちていたりするよ。戦ったり道具を集めながらどんどんダンジョンの奥へと進んでいこう。不思議のダンジョンの大きな特徴は、入るたびに全く違う形に変わってしまうこと。ダンジョンの形だけでなく、敵ポケモンや落ちている道具まで変わっちゃうんだ。同じ不思議のダンジョンでも全く新しい冒険が待っているから、何度でも楽しめるね。ダンジョンでは自分と他のポケモンたちが順番に動くターン制で進む。自分が攻撃したら次は相手の攻撃、移動すると相手も動く。でもこっちが動かなければ相手も行動しないから、ゆっくり考えながら戦えるんだ。ダンジョンはいくつかのフロアに分かれているぞ。敵ポケモンを倒しながら進んで、次のフロアに続く階段を探そう。階段の先に進むと元のフロアに戻れないから、やり残しのないように。階段を見つけて進んでいけばダンジョンの一番奥に到着。これで不思議のダンジョンをクリアだ。物語を進めるといろんな不思議のダンジョンが登場するから、どんどんチャレンジしてみてね。丸いものから自分だけの不思議のダンジョンへ、発見マグナーゲート。実は不思議のダンジョンはみんなの身の回りにもあるんだ。その不思議のダンジョンに行く方法が発見マグナーゲート。やり方は簡単。君の周りにある丸いものを任天堂 3DS のカメラで写すだけ。例えば CD、 丸ければ食べ物でも OK。 不思議のダンジョンの入り口が見つかるぞ。もちろん丸いものを撮影するたびに全く違うダンジョンに行ける。いろいろ撮影して君だけの不思議のダンジョンを冒険しよう。